今回の動画は木村ファストファッションで秋物コーデやっていきたいと思います。やばいよ。どうも皆さん、こんにちは。川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちら、秋物のキクラファッションコーデをやっていきたいというふうに思います。いつもね、大体ブランドランダムなんですけど、今回は GU と、土プラのコーデをやって、なんか無印良品と、あとザラなんか買ってきました。前回ザラやった時に、なんかめっちゃいいなと思って、なんかザラってこう、ファストファッション、中のファストファッションというか、インポートブランドで今っぽい流行りっぽいものがこういい感じの価格 で、まあそれなりの品質でね、買いやすいっていうところで、ね、やっぱり前回見た時ガラッと内容変わっててすっごいびっくりしました。まあ全部か GU なんか巻物が入ってたりとか、あとは無印良品なんかね、これ今回買ったもの以外にもすごくいいのがあったんで、それはねちょっと違う動画でまとめてご紹介しようと思ってるんですけど、そういった形で季節も変わりまして秋物がどんどん入荷していましたので、まだ基本的には暑いですし秋物まだなって人もいるかもしれないんですけど、多分お買い物とかね、こうお出かけがてらね、お買い物した時なんかにもほとんど秋物だと思いますので、そういった時のお買い物の参考になればというふうに思っております。という感じで、まず先ほど買ったものをお見せしていきましょうか。まずはザラからいきましょうか。ザラがね、一発目に買い物行ったんですけど、これ以外にもすごくいいのがありました。やっぱりインポートブランドっぽいね、結構ルーズなシルエットのものとか、切り返しが独特のもの、そういったものが多かったんですけど、悩んだんで、これで買いました。ジップのね、デニムのカバーオール的な感じのものかな。じいちゃんとカバーオールの間みたいな感じですね。この感じ。インディゴのカラーの出方だけど、まあ、かすれ具合とか、そういったところも綺麗で、音質的にもね、しっかりとしていますので、ライトアウターとしても使えますし、中に T シャツとかを着てね、さらっと羽織るときに便利になるかなというふうに思いました。これと悩んだのはね、ダック素材のブルゾンみたいなものがあって、それはね、中綿がちょっと入ってて、もうちょっと寒くなってきた時のアウターとして大活躍するんじゃないかなとか、あとは僕自身アメカジだったりとか、ちょっと男臭いアイテムなんかが好きなので、ザラの中でこういったね、デニムとかそういったダック素材のやつとか、そういったものに惹かれました。まず機会があれば、そういったものもご紹介したいと思います。で、パンツはね、上がちょっとこう、デニムでガシッとしたっていうのが、イージーパンツ系がいいなと思ったんですけど、プリーツみたいな感じになってる独特のね、シャキ感のある、多分映像でも伝わると思うんでね、この凹凸が結構特徴的な、ワイドシルエットのイージーパンツ。多分ザラのアイテムって、ザラの店舗の香水の匂いがしてる。すごいね、これ。こんな感じですね。マタリもかなり太くて、土管のように、ストーンとね、シルエットが落ちてるアイテムなんですけど、生地的にはかなり柔らかいですし、なのでこういう風な太めのシルエットでもドレープだったりとか綺麗に入って、なんかルーズすぎずに綺麗な感じで履けるかなと思って、このセットで合わせてみたいと思います。で次に、ね、無印良品なんですけども、ね、このパンツがまず目に入ってしまったんですよね。こんな感じ、なんか無印良品っぽくない、いい意味でも、なんかそんな感じだし、古着のパンツのようなそんな質感と、あと洋服にヘリンボーンの柄になってるんですよ。そこの風合いだったりとかもすごく良かったんですが、これがね、価格の方が3,990円。安いよね。ほんとびっくりした。無印良品ってそこそこ高いアイテムなんかも出すんですけど、まあ、これかなり安かったです。金額言ってなかったね。お伝えしておくと、このデニムのジャケット、これがね、サイズと金額聞きましょうか。サイズ僕はね、XL をチョイスして、価格が8,590円。なんとかね、1万円アンダーのね、こういう風なライトアウターの香り物でちょっと揃えていこうと思ったので、ちょうどいい価格帯でした。やっぱりね、デザインだったりとか作りもね、凝った作りになってるので、1万円オーバーのね、ライトアウターとか羽織が多かったです。あとこのパンツに関しては、M サイズをチョイスしまして、価格が7,990円。だから両方合わせてね、17,000円くらいいったのかな。だいたいそれくらいの価格帯でしたね。で、無印良品が、これが30円ちょんちょこちょんでしょ。と合わせたのが、これ。コートネック、くぐたけ T シャツというもので、これがね、なんかセールになっていて、2,990円ですね。巻物なのかな、一応。フル袖になってる長袖のね、アイテムなので、もう少ししたらもう、出番が来るようなアイテムだと思います。僕の大好きなね、洗いざらシフトバンザーのアイテムで、位置的にもバシッとして腰も強い、そんなね、T シャツになってます。首元がボートネックになってるんで、アクセサリーだったりとかのレイヤードとか、ちょうど季節の変わり目なんかに使いやすいアイテムかなと思います。で、もうちょっと寒くなってきたら、インナーで使ってあげてもいいと思うんでね。で、今回僕は L サイズをチョイスしてます。パンツに関しては82っていうサイズですね。なんかウエストのところがね、かなり広かったので、
これ以下でもいいかなと思ったんですが、少しね、リラックス感のあるシルエットで、こういったベーカーパンツは着たいなと思ったので、このサイズをチョイスしてみました。で、ラスト、自由ですね。これ全部買って1万円くらいでした。3点買ったんですよ。もうほとんどが秋物、冬物とかになってしまうと、本当はね、インナーだったりとか小物なんかも揃えていきたいんですけど、そういったものはちょっと私物で合わせようと思って、まあ、大物みたいな感じでトップスとパンツで合わせてるんですけど、これトップスとアウターのセットって1万円でした。まずトップスなんですけども、ヘビーウェイトスウェットハーフジップグローブ。これ昔も紹介したことあるんですけど、見事にね、後半にパクられましたので、また買いました。XL サイズの柄がね、ライトグレーのものになります。これめっちゃ使いやすいんですよね。やっぱり GU のね、このヘビーウェイトシリーズ、スウェットのアイテムもいろいろあると思うんですけど、グローバーのフーディーとか、スウェットパンツなんかも僕は愛用してるんですけど、チャンピオンのリバースリーブのようなね、バシッとした質感だったりとか、あとはトレンドのオーバーサイジングで作られてたりとかするので、他のアイテムなんかとね、相性が良かったりとか、無地で作られてる分、GU バレしたくない人とか、そんな方にもおすすめなアイテムかと思います。まあ、とにかく無地でね、質感もいいので、1個持っとくとすごく便利だと思います。今のハーフジップは2990円の価格が上がって、で、あとはパンツなんですけど、なんか視聴者さんだったりとかからね、結構 DM とかでね、これおすすめですみたいに言われたのがあって、それでね、名前覚えてたんですけど、これがね、バレルレッグジーンズっていうものになります。僕はブラックの31インチを買ってみたんですが、価格が2990円。これがね、かなり太いと思います。さっきのザラのやつも太いんですけど、形が独特で、ほんとバルーンみたいな。わーっと、このね、膝とか腿のあたりがすごく膨らんでいるような、そんなシルエットになってます。よく見るとね、その後ろがね、タックのような形に縫われていまして、シルエットが調整されているんだと思います。色展開も4色くらいあったのかな、インディゴとライトインディゴと、あとグレーとか、あとなんかちょっとブラウンをオーバーダイさせたようなブラックなんかもあって、これが2990円で買えたら結構化け物だなと思いました。やっぱり学生さんだったりとか、小遣い制で家庭を持たれている方とか、そんな方にはね、とても便利なアイテムだと思います。で、あとは、これなんですよ。まあ、これだけでもいいかなと思ったんですけど、ハーフジップ揃えたんで、ちょっと買いたかったので買っちゃったんですが、これがね、ウィンドプルーフスタンドカラーブルゾン。ブラックの XL を買ったんですが、これが4990円。かっこいいんですよ。フロントのポケットのね、フラップ付きになっていて、左腕にね、こんな感じにポケットが付いてたりとか、少しミリタリー要素があるので、そんなね、ジャケットになってます。あとはね、ここにね、フードが収納されていますので、フードを使いたい時とか、まあ軽い雨くらいした時にはね、フードバッタかぶって、収め程度だったら弾きそうな生地感をしているので、そういう風な使い方もできると思いますし、あとはね、ここにフードが収納されていると、スタンドカラーの襟のところに少しボリュームが出るんですよ。個人的にはこのシルエット、スタンドカラーでなんかここに少しだけボリュームがあるっていうのが好きなので、ここで調整してみる。これもね、無地だし、シンプルだし、生地感もすごくいいんですよ。なんでちょうど季節の変わり目とかこういったね、ライトアウター1枚持っておくとすごく使いやすいですし、カバンの中にも出やすいような質感になっているので、シワにもならないしね、そんなところで使いやすいかなと思います。はい。っていう感じでね、これらを使ってコーディネートやっていきたいと思います。インナーとかね、靴とか、あとは帽子だったりとかはちょっと私物と混ぜてっていう形にはなるんですが、パンツとトップス、あとはまあアウターだったりとかも合わせつつ、秋のコーディネートにしたいと思います。それぞれね、ちょっとずつ系統だったりとかイメージが変えると思ってたんですけど、まあ、だいぶな僕が貴重な服にはなってしまっているので、好みが分かれてしまうと思うんですけど、よかったら皆さんの参考になったら幸いです。では、どうぞ。という感じで、コーディネート3つやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。一応ね、1個ずつ解説していきたいというふうに思います。まず一発目にやったのが、無印良品のコーディネートなんですけど、あのベーカーパンツ、マジでいい。あれが3000円台で購入できるんだったら、本当にね、便利。本当によかった。なんかこう、やっぱりデニムとかスラックスとか、こう、オーソドックス系のね、スタンダードのパンツって皆さんお持ちだと思うんですけど、ちょっとミリタリーテイスト入れたいなとか、土臭さを入れたいなって時に、
あのベイカーパンツ、シルエットも本当ね、ワイドな感じで楽ですし、あと色展開も他にカーキとか、よりミリタリー感を感じられるようなアイテム、無印良品とか手に取りやすい価格帯で買えるというのはめちゃくちゃ便利だと思います。で、今回はね、ああいう風なネイビーのカラーを選んでみたんですけど、上に合わせたボーダーだったりとか、合わせた時にやっぱりこう、パンツがかなりアクセントになるので、全体的な色味に関してモノトーンで合わせて、パンツアクセント一点勝負って感じで合わせてみました。他にね、シンプルに合わせるんだったら、カーキのカラーを選んで白シャツとか黒シャツとか、まあスタンダードに持っていってしまっても全然使い勝手はいいと思いますし、合わせる靴ですね、スニーカーでもいけるし、革靴でもいけるなっていう風な感じで、こう履きながらめちゃくちゃ便利なパンツだなっていう風に感じました。で、上に合わせてるね、ボートネックのボーダーティーに関してもね、生地感の腰だったりとかもすごくいいんで、袖まくりして僕は合わせたんですけど、そうした時の腕元の溜まり具合とか、あと襟の空き具合なんかもね、ボートネックってこう、首にこう当たってしまったりとかがあるんですけど、そういったところもなくて、とても使いやすいアイテムでしたね。で、2点目に関しましては、ザラのアイテム合わせたんですけど、あのパンツ超良かった。なんか全然的にパンツ良かったですね。少しシャリ感を感じられる素材なので、寒くなってきてしまうと出番は少なくなるかなというふうに思うんですが、季節の変わり目とか、秋の入り口なんかとても便利だと思います。なんならね、まだ気温の高い今からでも出番はあると思います。上に合わせたデニムジャケットに関しても、ジップもダブルジップになっているんですよ。なので今回は T シャツで合わせたんですけど、スウェットとか、あとニット系で中が少し透けて見えるようなアイテムでレイヤードさせたいとか、でさらには中にオープンカラーのシャツとか合わせてレイヤードさせた時にダブルジップでレイヤードを楽しむってこともできると思うので、個人的にはすごく良かったと思います。デザイン的にはね、本当にジップになってるくらいでシンプルなんですけど、シルエットがすごく綺麗で、横向きでね、写した場面なんかもあると思うんですけど、サイドから見た時のこの身幅のところのね、バランス、落ち方だったり、とても綺麗で、でジップなんかもしっかりと金属製のもので作られていたりとか、あと腰元に革パッチなんかもついてるんですけど、そういう細かい部分もしっかりとした作りになってたんで、価格はね、8000円台っていう感じで、プチプラとは言いづらいかなっていうふうに思うんですが、あのクオリティで8000円だったらすごくコスパは高いと思いました。で、ラストなんですけど、自由コーデなんですが、ナイロンジャケットすごく良かった。あれはね、便利だと、もう風も侵入しづらい、その素材感なので、季節の変わり目だったりとか、風が強い日、雨今日ワンチャン降りそうだなって時にもね、活躍してくれると思います。あとは相変わらずこのヘビーオンズのね、スウェットシリーズはね、楽です。本当に持ってた方がいいと思います。で、このパンツですね、バレードリップジーンズ。これに関しては結構個人的には苦手かも。もちろんね、似合う人もいるだろうなっていうシルエットなんですけど、膝周りだったりとか太もものところでこう膨らんでて、レングスはほんとジャストなんですよ。なんで今時っぽい、すごくトレンド感を感じるようなアイテムなんですけど、個人的には太もものパンツだとほんとストップをしててほしいとか、もうちょっとね、裾周り溜まってほしいなっていう部分もあって、モードリーというかスタイリッシュというか、まあ、そういったパンツがお好きな人にはかなりハマるアイテムなのかなというふうに思います。インポートブランドのアクネとか、バレンシアガーとかディーゼルとかめっちゃ高いじゃないですか。なんかそこら辺のシルエットだったり雰囲気をちょっと取り入れたいな。まあ、安くなんかああいう風なシルエットのアイテムないかなって時にはこれめちゃくちゃいいと思います。そんなコーディネートでした。はい。っていう感じでね、今回はザラ、GU、無印良品のね、プチプラ、ファストファッションの秋物コーデやってみたんですが、いかがでしたでしょうか。店頭もね、ガラッと変わって秋物、まあ、ワンチャン冬物って言えるようなね、ヘビーアウターなんかも揃ってましたし、特にザラなんかレザーなんかもなんかあったのあって、店内ぎっしりとね、アウターだったりとか、あったかそうな素材のパンツだったりとか、そういったものも揃っていたので、またなんか面白そうなアイコンとか、まあこれめっちゃ便利だなっていう風なアイコンだったらね、みんなに共有していきたいというふうに思います。で、さらにはね、もうちょっと涼しくなってこないと、僕自身もピンとこない部分がありますし、もっと暖かいアウターだったりとか、冬前とかにね、一回またできればというふうに思ってますので、また動画楽しみにお待ちください。という感じで、今回の動画が良かった、参考になったとありましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。